まもなく最終12レース発走となります。初日特選競争です。非常に豪華なメンバーが揃いました。人気としては1番の松浦選手からが上位の人気に上がっていました。ただ解説陣は北日本勢ちょっと注目しているようです。高橋真也選手の後ろには地元地区佐藤選手、森澤選手がつきます。では12レースご覧ください。開催の初日、今日の最終レースを迎えます北海道の函館競輪場です。今開催は記念競輪です。開設71周年記念の五稜郭杯争奪戦、4日間の G3 戦、その初日のメイン競争を迎えます。12レースは S級特選、非常に豪華なメンバーが参戦、その9選手が登場です。ゆっくりとバンクの中央通路を通りまして、各選手がスタート地点に集まってまいります。このメンバー全員明日の二次予選に回ります。明日2日目は6レース以降が二次予選、そして準決勝決勝へと熱戦が続いていきます。では今日の初日の最終12レース S級特選、その特選メンバー9人を順にご紹介いたします。1番広島の松浦雄二、2番福島の佐藤慎太郎、3番大阪の古性優作、4番三重の坂口康介、5番福島の高橋真也、6番福岡の園田拓海、7番秋田の森沢太志、8番愛媛の松本隆春、9番大阪の稲川翔、以上のメンバーの対戦です。12レースも距離は2025メートル、バンク5周回、先頭誘導員は山田敦也選手です。発走いたします。選手がゆっくりと構えてきます。号砲が鳴りました。第12レース S級特選、今スタートです。まずは9番の稲川翔が前に出ています。その後少し差が開きましたが、2番手からは2番佐藤慎太郎です。3番の古性優作、その後が4番坂口康介、あとは1番の松浦雄二がおります。上がっていきますのが7番車森沢太志、5番高橋真也です。そして8番の松本隆春、今最高峰が6番の園田拓海。豪華メンバー9選手がまずは序盤戦第4コーナーを回っていきます。初日特選のメンバー全員明日の二次予選に回りますが、まず1走目、どの選手が今シリーズ流れをつかんでいくでしょうか。前からは3番の古性です。直前のダービーは勝ち上がれませんでしたが、次の G1 は岸和田です。次の G1 へ向けてもいい勝負をしてほしい古性優作。後ろは9番、勝てば300勝という稲川翔、大阪勢の連携です。その後ろが4番の坂口康介、近畿中部の3人がまず前にいます。そして中段からが5番の高橋真也、北海道釧路出身のドサンコレーサーです。福島の高橋選手になって約2年、ようやくこのバンク初登場になります。その後ろが2番の佐藤慎太郎、ダービーは決勝3着、写真判定の大接戦でしたが、佐藤慎太郎が番手回っていきます。残り3周切りました。
その3番手が7番の森沢ふとし。前回2年前のこのバンクの記念競輪は準優勝、新山恭平とのワンツーでしたが、さあまず動いてくるのは8番の松本貴治。今年の1月地元松山で G3 初優勝を決めていますが、その後ろを回っていくのがダービー王、じゃあ松浦裕二。松浦今日1走目、まずは2番手を回る競争です。その後6番の園田匠が追走していきます。ただ別線5番高橋がその8番の松本ラインを睨んで前に踏んでいきます。残り2周を切って一旦下げたのは3番の古生、そして5番高橋が踏んでいきます。高橋が前に行って8番の松本は出ていけないか、一旦下げて1番の 松浦がマークをしている。ただここは3番古生が中段キープして、8番の松本はちょっと厳しい展開になって、1番の松浦もどうここは対処していくか。松浦裕二今後方8番手でこれから最終周回に入っていきます。主導権は北日本勢。ここはドサンコの5番高橋信也の先行です。後ろは2番佐藤慎太郎と7番の森沢太志、その後から中段から3番の古生優作がまくっていく。依然8番の松本、じゃあ松浦候補ですが、松浦は自分で踏んできました。最終3コーナー松浦も来ましたが、前は変わって3番の古生優作まくり切って先頭、追って9番の稲川翔、直線グスター大阪勢。そこは最後は9番の稲川が追い込んで並びました。森沢接戦、森沢太志か稲川翔か、最後は並んでゴール森沢と稲川、最後は接戦のようです。直線の勝負でしたが、森沢太志あるいは稲川翔、稲川は勝てば300勝ですけども、非常にいい足で森沢が差し込んできまして接戦です。最後直線のシーンです。まくり切った古生に乗って稲川、そこに7番の森沢が詰め寄って、最後はどうなんでしょうか。勢いは7番森沢の方ですが、9番稲川翔との接戦は7番と9番、これは接戦。そして3着のゴールは3番の古生優作、7番9番の1着は接戦の後、3着のゴールで3番の古生と思われます。最終の12レースの S 級特選、最後直線いい勝負になったんですけども、7番森沢太志か9番の稲川翔か、7番9番接戦の後3番車古生優作、以上は松浦裕二は最後は自力で踏んできたんですが届かなかったようです。今日初日の最終の12レースが終了しました。全員明日の二次予選回りになるんですが、明日以降も全レース、全選手のいい勝負を期待して、またどうぞ明日以降の熱戦もご期待ご観戦ください。まもなく最終レースの決定放送が入りそうですが、ただ接戦でした。7番と9番秋田森沢大阪の稲川、直線並んで入ってきました。森沢太志稲川翔、どう決着しますでしょうか。3着では3番古生優作だと思いますが、この後まもなくしますと決定の放送が入るかと思います。12レースの S 級特選、さあ放送が入りそうです。決定、1着7番、2着9番、3着3番、なお1着は写真を参考に判定しました。函館競輪12レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝複式562,430円、枠番連勝単式565,000円、車番連勝複式794,340円、車番連勝単式799,310円、3連勝複式3793,660円、三連勝短式7935,180円、ワイド79740円、37890円、39520円。以上でございます。最終12レースの決定を改めてお伝えします。1着は写真判定の結果、7番森沢太志、2着9番稲川翔、3着は3番古生優作。払い戻し金です。2車単は7番9番で9310円、3連単は7番9番3番で55180円でした。その他の掛け式の払い戻し金はご覧の通りです。では最終12レースを VTR で振り返ります。
初日特選競争、3分戦でしたね。そうですね、はい、まあ、前取ったのはね、近畿の古性選手たちが前取りましたけどね、はい、後方からあの松本選手たちがね来た時にもうやっぱり中段にいた、高橋選手がね牽制しつつ、はい、まあ、ここでもう赤番からですけどね、もう突っ張ってしまうんですよね。まあ、ただ今日の風を考えたらね、はい、2周逃げるっていうのはちょっとねきつかったと思いますけどもね、やっぱりそれだけやっぱ北日本の大会ですからね、やっぱり後ろ2人 SS がついてますし、まあ、ここでねうまく あまり足を使わずして、ね、はい、中段取れたのがやっぱりさすが古性選手ですよね。まあ、この後ろに稲川選手、そして、ね、坂口選手ついてますけども、まあ、再度引き直して再度立て直したところからね、もう一回松本選手は行こうとしたんですけどね、やっぱバックここ追い風ですから、まあ、古性選手がねすかさずまくっていって、やっぱりあの高橋選手がね思い切って逃げたんですけど、番手の佐藤慎太郎選手がねこう番手から出られない分ね、ちょっと近畿勢に向いたかなと。まあ、あの1番の松田選手もね、もうあの松本選手から切り替えてゴール前に来たんですけど、ちょっとやっぱり近畿勢がね中段からまくっただけになかなかね伸びがなかったですけども、まあでも最終的にねあの伸びてきてましたから、はい、明日から立て直せばね、ダ、まあ、ービー用らしいレースがね明日から見れるかと思いますし、まあ、ちょっとね北日本の大会ですが、うんうん、北日本中心にね見ていきたいなとまた思ってますけどもね。そうですか、はい、いやここ結構つきましたね、配当的には。いやね、7番、うん、9番3番でね、はい、まあやっぱり北日本の、ね、佐藤慎太郎選手からとね、うん、やっぱり松浦選手から売れてたのかなという感じはしましたけども。そうですね、まあ、でもやっぱり北日本の、ね、森澤選手の頑張りもすごいですけど、やっぱり高橋慎也選手の、ね、やっぱ2周逃げたというところが、ね、すごいなと思いますし気合入ってました、うん、ただやっぱり稲川選手の、ね、300勝達成ができなかったんでね、うん、まあ、今回はどこかで、ね、300勝達成してほしいなという感じはしますよね、うん、その接戦を制したのがこの7番の森澤選手ということで、はい、ね、リンリンとハイタッチをして、うん、間もなくインタビューということになります、はい、いや、ね、伸びてきましたね。うん、やっぱり SQS1 に、ね、はい、なってからやっぱりしっかりと、ね、結果残し出したんでね、ありますからね、うん、はい、ではこのままインタビューの模様をご覧いただきましょう、はい、最終12レース初日特選競争見事1着となりました森澤太選手です。1着おめでとうございます。どうもありがとうございます。さて今日は高橋選手3番手のレースでしたけども、どうご覧になっていましたか？そうですね、あの松本くんと先行争いかなっていう感じはあったんですけど、あの本当に新谷くんがいいレースしてくれてしっかり主導権取ってくれたわけです。見事そこは松本選手も出させないレース見せてくれましたね。そうですね、新谷くんの気合が入ってましたね、はい、そして最後は森澤選手非常に伸びてきました。そうですね、そこはあの慎太郎さんがしっかり仕事をしてあの前踏んでくれたおかげで僕にもコースができて、はい、本当にラインのおかげで1着取れました。前走はダービーからのここ函館記念ですけども、状態の方はどうですか？そうですね、ダービーやっぱりちょっと長丁場なんで疲れてるんですけど、まあそんなこと言ってられないんで、はい、頑張ります。また今年は初の SQS 班でのユニフォームでのこの函館記念となりましたね。そうですね、あの本当にここしかあの今年 SS としてあの地元記念走れないんで、あのもう地元のつもりで頑張ってます。はい、それでは最終日まで楽しみにしています。最後にファンの皆様に一言お願いいたします。はい、あの地元地区としてあのみんなで盛り上げていけるように4日間精一杯頑張るので、明日からも応援してください。ありがとうございました。はい、ヤーゴーカメンバーの、ね、初日特選を制しました森澤選手でしたが、うん、やっぱりあの、うん、SQSI になってからね、うん、本当あの諦めないレースというか、ね、うん、まあ、しっかりと結果を残そうという気持ちが、ね、はい、伝わってくる感じがしましたけどね。そうですよね、はい、はい。